代表的なエアブラシパーシェ社のシングルアクション、球状式型エアブラシとは、塗装に用いられる、スプレー式塗装器具の一種である。圧縮した空気などの機体の圧力によって、塗料、絵の具等を霧状に噴射する器具。また、それを用いて、描画や着色をする技法のことも指す。缶スプレーなどと異なり、噴射する塗料などは使う器具を変えずに任意に、使い分けることができる。 近年は、自動車のカスタムペイント、T シャツなどのペイント、ネイルアートや、ボディアート、携帯電話などの小物、人形や、工芸品、模型のペイント、絵画など、幅広い用途に用いられ広く普及している。アメリカ合衆国の特許によると、エアブラシに関する最初の特許は1876年に、マサチューセッツ州のニュートンに住む、フランシス・エド・ガースタンレイによって取得された。 彼は、彼の双子の兄弟と共に、イーストマンコダックの写真看板や、スタンレースチーマーなどの自動車の生産で知られている。この特許で作られたエアブラシが、どういう形状だったのかは、よくわかっていない。エアブラシという故障は、低圧なエアを使う小型の切り欠き機器を言い、自動車塗装などの一般塗装機器に用いられる、同様の形状をした大型の吹き付け式塗装機器は、 スプレーガンと呼称されるが、呼称のみ異なった、同一のものではなく、圧縮空気を利用しない機器など、スプレーガンの形状や仕組みも異なる。日本では、ピースコーン、トリコン、海外では、バジャー、パーシェと呼称されていることがあるが、これらはいずれも販売しているメーカーの製品名、もしくは会社名である。エアブラシによる、化粧エアブラシは、 霧状の色材で吹き付けパターンの外側が薄くぼけるためグラデーション効果や下にある色を透かす効果が容易に得られるため写実的なイラストレーションをはじめとして多彩な表現を行うことができるエアブラシによるペイントはフリーハンドはもちろん不要箇所を覆い隠すことでパターンを描くことができるマスキングには塗り分けを目的としたテープ類 模様や文字などをパターンとして切り抜いたフィルムや紙、定規や面など様々なものを用いる。ステンシル類はテープなどで固定する場合もあるが移動させつつ繰り返し用いることで複雑なデザインを作る場合も多い。また小さな面積に対する塗装を行うための道具として模型、工芸作品の制作においても使用される。特に模型制作では 初心者にも利用される基本的な道具となっており、筆塗りでは、難しい均一でムラのない平滑な塗装面が得られること、ぼかし表現や微妙な陰影の表現ができるなど、多くの利点により、広く普及している。かつては、最初に道具を揃えたりする導入コストが高く、使うのにも慣れが必要なことから上級者向けの道具、技法として認識されていた。 しかし近年エアブラシの普及に伴って、エアブラシ本体及び用具が安価で入手が容易になったこと、初心者でも塗装しやすい手法ができたこともあり、非常に多く利用者がいる。エアブラシエアログラフ社のものエアブラシのハンドピースと交換用塗料カップ。下方向に伸びている管にエアーホースを接続して使う。噴射口を持つ本体に塗料を入れる塗料カップと、 エアコンプレッサーからエアを導入するホースを接続して使用する。ボンベを使用する場合はハンドピースに直接接続することもできる。塗料カップの取り付け形式には本体上部、本体側面につくサイドカップおよび本体下部につくボトル式がある。塗料の供給方式としては重力式と吸い上げ式がある。またカップは 固定式のものと交換式のものがあり、交換式の目的としては、容量の異なるカップを使い分ける、洗浄や色替えを、ボトル交換によって行う、などがある。塗料の流量は、ノズルを塞いでいる、ニードル弁の前後導により、ノズルとニードルの隙間の調整することで行う。ノズルから出る塗料は、その外側にある、エアキャップを通ってきたエアと混ざり合い切り状となって、吹き出される。 吹き付けパターンの大きさは、エアブラシと吹き付け対象物の距離によって変わり、ノズル光景によってもその大きさは異なる。利用の多いノズル光景 0.3mm では、丸型のパターンで、サイズは 30mm 程度である。太い線や面を塗る場合は、エアブラシを対象から離し、細い線で細部を書き込むような場合は、数ミリ程度にまで近づける。この際、 適切な量を塗布するために、ニードルのコントロールが不可欠であり、エアブラシを移動させる速度とも深く関係する。また、エアブラシ先端のニードルキャップと呼ぶニードルの先端を保護する部品の有無で霧の状態が変わることを利用したり、エア圧とエア流量を下げて粗い粒子を作りテクスチャとして利用することもある。ハンドピースの機構は3種類に大別される。 GSI クレオス製ガンダムマーカーエアブラシシステム、また簡易なものとして、コピックやガンダムマーカーなどのペンのペン先に圧縮空気、圧縮ガスを噴射させるなどして利用するものもある。用いられる色材は、水彩絵の具、油絵具、アクリル絵の具及び、日本画用に用いられる岩絵の具を含む、色材、墨汁、ドローイングインク、インク、染料。 ホビー向けの水性塗料や油性塗料、家庭用塗料などほとんどの色材、塗料が使われている。蒸気のうち塗料類は液状で粘度が低く、大きい粒子が入っていないものであれば、大抵のものは利用することができるが、希釈剤、溶剤類によってエアブラシ内部のパッキン類を劣化させることがあり、できるだけパッキン類に太陽剤性のあるものを用いるのが望ましい。 ありがとうございます。